本やりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー完全攻略です。今シーズンはボスラッシュが来てます。序盤、楽勝なんですけども、終盤、難しいです。ちょっと装備選びをミスると、積むような感じにはなってると思います。で、一回めんどくさいんですよね。エボーカーがめんどい、初期装備で戦わなきゃいけないので、そこがちょっとね面倒なんですよ。でもまあ普通の戦い方をしっかりやっていければ全然余裕でいけるとは思います。はい、おしまい。よし、ということでいいですね。で、1回で8欲しいんすよ。本当は8が欲しい。でも、魂のクロスボウを持っていきます。で、エンチャントで、球根ですね。これを入れていきましょう。序盤から、ソウルを貯めていきます。このソウルを貯めるっていうのが、ある程度早くクリアするためには必須条件ですね。なので、ソウルを貯めていきましょう。で、ここ倒すときはここら辺で戦うといいです。まあ、とにかくホースマンがたくさん出てくるんですよ。3回召喚される。なので、ここである程度の数分断して戦っていくと戦いやすいと思います。敵のど真ん中にね突っ込んじゃうとどうしてもきついんですよ。なので、ここら辺である程度の数を絞って戦っていくといいと思います。 OK、 もうね、蜂があればだいぶ楽なんですよ。蜂があるとだいぶ楽でも、蜂を取らずにいきます。序盤のね、難易度がちょっと上がりますけど、頑張っていきますよ。ミスったな。 OKオッケー。危なかったー。やられそうだった。はい、まあまあ矢のね軌道をしっかりと見ていきましょう。で、パワーシェイカー取っていきます。で、球根は1でいいです。多く入れなくてもいいと思います。とにかくソウルをちょっとでも吸収できるようにしてればこれで OK。 これをつけるだけでプラス1になるんで、ちょっとずつちょっとずつ貯めていきましょうね。 OK。 で、ここも落ち着いてるね。はい、はい、ソウルもまあまあまあ若干なりと溜まってきてますね。これがいい感じです。で、ソーブレード取っちゃってください。ソーブレード取っていきます。で、パワーで防具です。傭兵のアーマーを上げてくださいね。で、持って次、ここで霊気ですね入れちゃってください。他の攻撃的なエンチャントはまだいいと思います。まずは霊気を上げていきたいところです。はい、あと問題なくいけると思います。霊気が入ってるので、まあ、それなりに動きやすいかなとは思いますよ。で、雑魚が出るのに合わせて、パワーシェイカーを使っていくと安定すると思います。結構後ろ側に落ちてしまうとちょっとね、ダメージもらいすぎちゃうので、そこだけ注意ですね。で、もちろんこの振り下ろし極力なら食らいたくないんですけども、食らったとしても防具をパワー上げしてるのである程度大丈夫です。 OK かな。もう一回雑魚を出してソウル貯めようかなとも思ったけども、いいか、全然大丈夫ですね。
はい、ドラでーす。で、エンチャントで霊気を上げていきます。あ、いけなかった。まずスイッチ押してからがよかったんだけど、ここはドラを使って、一気に攻めていきましょう。寄りすぎると炎を吐きますので、そこだけちょっと注意ですね。はい、おしまい。あんま寄りすぎないようにしてください。ある程度の距離を置いてれば炎は吐きませんので、まあ、そこだけ注意です。ここ何もいりません。英雄強いんですけどね、火力がないので、これはこっちの方が、後々の攻略にはいいかなと思ってます。で、戦い方は、まあ、ドラとパワーシェイカー使って攻めていけばいいかね。はい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 、いい感じ。こいつもね、できれば早く倒したいとこなんですけども、なかなか難しいよね。なかなか難しい、こいつをコースで倒すのは。よし、いけ。よしよしよし、結構いいダメージだったぞ。次で弱点露出させて、ドラパワーシェイカーで一気に決めましょうか。決めることはできないけど、決めることはできないけど、ある程度減らせる。よし、ナイス。いや、そこまで減らせねえな。それなりでしたか。おい、ラコはちょっと出したくなかったんですけど、仕方ないね。よし、矢の消費が激しいからあんま使いたくないんですけどね、仕方ない。よっしゃ、当てたい当てたい。はい、終わり。はい、おしまいです。7回クリア。こいつはね、どうしてもちょっとかかる。で、怒りです。この怒りが今シーズンかなり重要だと思ってます。で、ユニークで覆われた怒りに変えていきます。まあ、安全にクリアしたいならこれはあんまりおすすめできないかな。とにかく高速周回したい人は、この装備は本当にいいと思います。で、霊気さんですね。霊気さんが結構重要です。で、ここ、イリュージョナーですね。イリュージョナーは、ここで戦うようにしてください。よし。この橋の上だったら、本物が出てきますので。OK。来い。OK。この分身体が出ると、どうしてもちょっと戦いにくいのよ。なので、よし、オッケー。必ずあの橋の上で戦うようにしましょう。うい、一発当てればあとは毒で倒せます。はい、叩いておしまい。で、最後ここちょっと敵がわっていますので、ちょっと強引に行きます。終了。折り返しですね。何もいりません。あっ、いいかいいか、回復するかな。もう出た瞬間に叩きたい。でね、でね霊気を入れた後はこれ追い打ち入れてください。え、ドラ入った。え、なんか、え、ドラが入ってない気がするんだけど、入ってないよねいや、ミスったわ今のは。多分ドラ使った瞬間にインベントリ開いたので
多分意味がなかったんでしょう、おそらく。よし、ここ結構ダメージもらいやすいんで注意して戦ってください。よし、若干の矢の消費はもう仕方ない。あ、でももうソウルがねいい感じです。こんだけ、半分ぐらいソウルがあれば、大丈夫です。はい、乱射のクロスボウに変えていきましょう。今までありがとう。で、こっから虚無を上げていきますよ。虚無上げていきましょう。虚無のダメージで、敵を倒したいところですね。で、ここのネクロマンサーは、できれば落としたい。落とせるかな。落ちろ。ああ、落とす前に倒したわ。落とす前に倒したわ。オッケー。で、結構ここ、敵が厄介だと思うんで、基本的には弓で戦うようにしてください。振りが遅くて隙ができますので、怒りで戦うとちょっとやりにくいかな。はい、まあ、とりあえずおしまいです。11回終了。ここは何もいりません。で、ガーディアンね。ガーディアンは、時間かかる。こいつは時間かかる。できれば、2ターンぐらいで倒したいけども。時間かかっちゃうんだよな。まあ、倒し方としましては、まあまあ、弓を連発するだけで全然いけるんですけども。一応、虚無を発動させて、ダメージを当てていくといいかな。うん。でも、どうしても時間はかかります。仕方ない。ここは。できれば2ターンぐらいで倒したいけど、倒せないもん、ここは。おー、危ね。すぐ無敵になるからね。3ターンでいけたな。結構4ターンぐらいかかっちゃうんですけどね。今のは珍しかったです。何もいりません。で、虚無を上げたいのでポイントは貯めておきます。あー、これパワー、よし、まあいいか。もうちょっと早く倒せると思うんですけども、ないっすね。まあ、それなりに早かったと思います。やっぱ虚無が2の時は仕方ないもん。うん、倍率がそこまで出ないんで。はい、ここでアイアンハンドアミュレット取っていきます。これが結構重要です。アイアンハンドアミは、重要ですね。あと次か、この次の範囲で、虚無が3まで上がりますね。いきまーす。まずはザコから倒していきましょう。ザコのこの足止めが鬱陶しいんでね。危ね。うそ、食らった。絶対避けたと思ったんだけどな。このね、振り下ろしは絶対もらっちゃいけないやつなのよ。もらっちゃダメなやつを食らっちゃってるよ。もう、よし、あれのダメージ結構えぐいんで食らいたくなかったんだけども、仕方ねえ。よし、 OK、 弱点の伏して
や意外と弱点が出ない。どうだ、よし、オッケー。でももう倒したね。あと雑魚でおしまいです。やっぱり怒りだとね、若干厳しいって思うことがあるよ。ここ何もいりません。行きましょう。んで持って、これ虚無をね、まだ上げないでください。まだここで追い打ちを1個パワーアップさせて、で怒りを上げて、でもって、次の階に行ってから虚無を上げます。これが効率いいです。でこのガストですけども、ガストが降りてくる場所あるでしょ、そこに待機してるとガストが出てこれないんですよ。なのでこのガストの真下に待機するようにしてください。ガストにはもう攻撃をさせない、そういう戦い方ですね。 OK。 で敵の中心に入るときには必ず、アイアンハンドアーミュラねを使ってダメージを軽減してあげてください。はい。でここ悩むんだけども何も取りません。うん、あのテレポートのローブもいいんですけども、こっちの方がまだ火力はあると思います。毒フォーカスもね、まあ、入れれるには入れれるけども、ここでは入れれないしね。でここ伸びです。とにかく伸びが出たらアイアンハンドアミを入れて一気に攻めます。よし。で、OK。OK。とにかく、シールドをね、壊すまでは、なんとか粘って、で、壊したら、ドラを入れて、一気に攻める。そうすると、いけると思います。よっしゃ。あーミスった、やべえやべえ、やっちゃった、完全にやっちゃったわ落ちないようにしましょう。はい、クリアです。でここで影の断片です。もうパワーシェイカーがもうパワーありませんので、影の断片と変えてください。これがあればここを早くクリアすることができます。もうとにかくね、今シーズンここが面倒になる。とにかくここ、ここさえ早くクリアできれば、まあまあまあそれなりの周回速度で、おい、ここ食らわないはずでしょ、食らわないはずのところで食らった。ちょっと待って、8が入ってる、8、2か、あー悪くないね。いや、いや、悪いわ、悪いわ。蜂がいると、飛ぶダメージがね、出にくいんだよね。ちょっとまずいな。OK。蜂がいると、ちょっとまずいんだよね。やった、あーい。ちょっと矢を。温存したいと考えてしまったらダメでしたね。ある程度温存していきたい。ある程度まで減らします。で減らしてもう無敵になるかなっていうところで、虚無を倍率出してドラと影を使って攻撃ですね。いいかな、そろそろいくか。じゃあ虚無、よし、あー
対立ができてなかった。ワンパンいけたと思ったんだけどな。まあ、とりあえず次倒します。おしまいです。まあ、ここをね早く倒せればそれなりの高速周回ができると思います。はい、何もいりません。それではあと少しです。もう16、17、18そこら辺をクリアするともうあとは余裕です。うん、余裕全然いけると思う。じゃあで今回は結構ね最初にソウルが貯めれたんでそれが結構でかい。やだ、あっ、食らってる食らってる、終わり。最初にねソウルがそこまで貯まらない時とかもあるんでそういう時はちょっと時間が、また変わってきますよね。何もいりません。でここちょっとうまくいくかわかんないですけどもやってみます、ね、エンダーセントを浮き上がる床に乗せてワンパンで倒すっていう方法ですね。よし、エンダーセントをちょっとこっちまでね寄せるのよ。寄せてこの床に乗せてあげるんですよ。でそして床が浮き上がるとワンパンで倒せるっていうそういう技ですね。いけたか、いや無理か無理です、すいません、ごめん。よし、これね難しい、あれに乗せるのが、乗せれたらワンパンでした。はい、で、最後の最後に、英雄に変えていきましょう。はい、で英雄でドッグフォーカスですね。で残りは霊気でいいと思います。はい、もう他入れれないもんね。で最後は虚無で倍率を出してでドラと影ですね、この感じで入れます。ということで、クリアです。多分これが、最速でクリアする方法だと思います。爆発1、2、いません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。